Morning Jam。 3、 4、 おもろい家族。この時間は草と共に生きるオーレックと焼肉うどん味の町ウエストの提供でお送りします。さあ10時30分になるとモーニングジャムはおもろい家族、面白い家族のメッセージ紹介しております、はい、今週も大賞に輝いた方には大分住まいと豊後牛のコンソメスープかけ焼きおにぎり6食セットプレゼント。今日は金曜日なんで大賞発表、その前に今週のノミネート作品紹介することにしましょう、はい、まずはねこれすごかったな。私が20代の頃に親戚が集まった日のこと、盆正月必ず母の実家に集まって会食してました。集まるといつも聞かされていたのが祖父の話。私が生まれる前に亡くなってて会ったことはありません。写真はなく白黒の細いデッサンのような絵の家、海軍でまあまあ偉い人だったとのこと、香港に家族で渡ったんで身の回りのものだけで引き上げてきて苦労したこと、戦後は軍人だったっていうことで肩身が狭くひっそり炭鉱で工具をしていたこと、炭鉱が廃れてくると生活を変えるために都会に引っ越して手に職をつけて工場を構えて職人として生きたことなど、私は見たこともない祖父を思って家を見つめてじいちゃんかっこいいなと思ってました。キリリとした眉や目元が印象的、そんなもう祖父が亡くなって何年経つんだという頃におじがこんなことを言い出したんです。もうずっと思っちゃったんやけど、だいたいこれ誰なん、父さんとは全然顔が違うし、祖父の顔を知らない私たち孫世代は顔を見合わせました。祖母は黙ってます。そして続けて母がやっぱり違うよね、ずっと気にはなっちゃったけど誰も言わんしそしたらおばが、面影はあるような気がするけど絵だからこんなんなんかなと私も思っとった。ざわめいてそして静まって視線は祖母へ、いつかはね、いつかはどうにかせんとうと気にはなっていたよどうやら写真がなかった時代、遺族の証言のもと病気でやつれる前の元気な時はこんな顔やった、あんな顔やったと絵師の人に通夜から葬儀までの間に書いてもらって、なんだかわけがわからなくなってこんな顔だったりと落ち着いて今の家になったとのこと、いざ葬儀が終わって落ち着いて、あらあの人こんな顔だったかしらとみんながなったらしいんですが、料金もかかったし書いてもらった絵師の人にも悪いとそのままになっていたようで、もういいよ、書いた人も亡くなっちょることやし、母さんが元気で覚えちょるうちに書き直すよとおじの号令のもと家の書き直しが行われました、うん、おじが年を取って祖父に似てきたということで、おじの目元や鼻の形をベースにまたもや母、おば、おじ、祖母の記憶の中の祖父を掘り起こして似顔絵作成が行われ、面長だった顔は丸みを帯びて鼻も大きくなり、髪は少々天然パーマが入って、軍人のようだった鋭い目つきはやんわりと優しくなりました。いやーやっぱりこれがお父さんやわと母は喜んでました。でも私たち孫世代はこれ誰なそりゃそうですよね、ずっとそれをじいちゃんと認識してたんですか。いいよね、感動の話となると思いきやそうでなかった。本当です、ね、これがおもろい家族ですよさあそれからね、これもよかったな。お盆明け家族3人で三重県にある長島スパーランドに行ってきました。いいですね。あ、やっぱ知ってる。はい、行ってみたいです。年間1500万人ぐらい人呼ぶんです。すごいですね。週一の娘にとっては初めてのフェリー、初めての三重、名古屋城、大阪城、奈良公園、盛りだくさんの旅行。飛行機で行くか悩みましたが、やっぱり車の方が困りきっていろいろ行けるかと車の大移動。そして事件が起こったんです。最終日の日曜日朝8時半に宿を出発、さっさと大阪城を見て帰ろうと思ってました。前日検索したのでサクッと目的地設定、大阪城。道も混んでなくてスイスイと快適なドライブ。パナソニックの本社脇、広いなぁ、事業部ごとのかなりのデカさだよね。しかし線路脇の狭い道、こんなとこ通って大阪城行くの、もうすぐ到着のはずなんだけど、こんなとこに大阪城ある。そして狭い小道を曲がったところで目的地周辺です。あれ、その瞬間旦那が見つけました。ああ、
居酒屋大阪城。なぜそんな居酒屋が検索でトップに出てきてんの？そこから再検索してなんとか大阪城に行きました。で、家に帰ってきて改めてどこに行ったのか検索、結果大阪城と書いてあの居酒屋は大繁盛と呼ばれました。夏の思い出だよね。本当ですね。あとね、これも良かったんだよね。女性の方。我が家は6月に3人目が誕生して5歳3歳0歳の子育てに奮闘してます。そんな私は育児休業中、仕事に行かなきゃって時間に追われないので少しだけ気持ちに余裕が出て怒る回数も少し、いやほんの少し減ったかなって思ってます。気持ちにゆとりがあると子供たちの会話をいつも以上に聞けるんですが、たまに長女と長男があまりにも騒がしかったり暴れたりすると、私や夫は赤ちゃんを守らなければという思いから、もうピーチクパーチク言うな、シャーシーぞ。そしたら最近朝から3歳の長男が歩きながらなんか歌ってる、かわいいな、何歌ってるのかなと耳を澄ませてみたら、ピーチクパーチクピーチクパーチクとラップ調に歌いながら歩いてるではありませんか。その間から長女がうまい具合にシャーシーシャーシーシャーシー、名曲ですね。あー、保育園でも絶対これ歌ってる。歌ってます、間違いないです。考えただけでも恥ずかしい。私はなんて詩を作ってしまったんだ。作詞したこともないくせに勝手に作詞失敗した気分。夫にも話して2人で反省会。反省したと思えば、夫が子供とふざけて負けそうな時にこんちくしょうめーと笑ってふざけていると、長男がまたうんちくそうめん、うんちくそうめん。反省しない夫、それを聞いて爆笑する私、子育てって自分育てだなと痛感しました。これからも毎日こうやって反省しながら、時には失敗しながら、おもろい家族を聞いて励まされながら今日も頑張ります。ありがとうございます。宝物です。本当そうですよ。絶対このピーチクパーチクピーチクパーチクシャーシー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 、これ録音しとかないとダメ。絶対録音してください。今はもう簡単にスマホで録音できます。本当そうですよ、はい、これは録音しといてください。さあ、どれが良かったでしょう。うわ、今のも良かったけど、やっぱ家かな。やっぱそうですか。これ誰なの？展開がまさかでしたから。なんかこう泣く系の話だね、思いきや。大賞決定おめでとうございます。あとね、もう一つね、お父さんからもらった言葉っていういいのがあったんですけれども、すいません、ね、時間がなくって、表彰状、デッサン殿、あなたの家族はこの度その面白さが認められ FM 福岡モーニングジャムおもろいクス大賞に決定いたしました。今後もその面白さをいかんなく発揮し、日本と世界の平和に貢献してください。2023年9月1日 FM 福岡モーニングジャムおもろいクス委員会会長中島浩二、副会長今村敦子、副賞はパラディッソ大分のリストランテで提供しているコンソメスープかけ焼きおにぎり6食セットです。おめでとうございます。さあ来週、はい、あの来週からね、またちょっとフルーツになります。はい、はい、久留米のフルーツショップ飯田屋セレクト、来週は秋の味覚セット。いいですね。梨、おお、ぶどう、好き、栗、大好き、6000円相当。豪華じゃないですか。はい、フルーツショップ飯田屋セレクト秋の味覚セット、梨、ぶどう、栗の6000円相当のセットなんで、おもろい家族にメッセージ待ってます。